はい、こんにちは。えー、相手のベラにスキルを発動されても、えー、ディガルドで浄化して、えー、ベラを使って、えー、逆転する作戦です。霊人さんにスキルを発動されたら逆転できたいなと考えています。えー、こっちが黄色なので、なおさらなおさら、えー、左で左で盤面整理をしていきます。 はい、行きまーす。えー、ベラとリガルド以外は、まあ、誰でもいいかなーって感じのチーム構成でした。霊人さんだけは刺激をしたくない。えー、まず緑ダイヤを作りまして。霊人さんだけは刺激をしたくない。えー、緑ダイヤ使いましょうか。 えーで、では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 、ちょっと遊びでここ行きまして、ちょっと遊びでここ行きまして、 えー、さらに、えー、霊人さんだけは刺激したくない。霊人さん刺激したくないですけど、しゃあない、しゃあない、しゃあない。それでは、それでは、えー、まず、 えー、もとにかく霊人さんが怖いんですよ。え霊人さんに対して、えー、まずはフィエンドを貼っつけて、えー、さらにさらに霊人さんに対しイノシシに対してえレピオタを当てて えーっと今、えー、ベラは、えー、スキル発動しないですよ。えー、では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 、えー、紫マナーを貯めてディガルドで浄化をしてからで、えー、ベラを使います。 これでもう作戦通りです作戦通りですえー、では紫近づけてーえー、紫消しましてミニオン一掃されたベラにミニオン呼ばれたこれで振り出しに戻るって感じなんです えーっと、イノシシがあと、えー、1ターンで帰ってくる。えー、それでは、それでは、それでは。もう全く振り出しに戻るだなと考えています、えー。イノシシ帰ってきてから、えー、サンドオニクスを使います。とりあえずではもうここ行きましょうか。 はいでは3まで溜まっている全体攻撃のオニクスを使い結構では、えー、ここに紫降ってきてくれたら嬉しいなイノシシ回復が間に合った残念 これでイサルニア倒せないかな。いけましたね。えー、霊人さんにスキルを発動される。とりあえず、えー、フィエンドを貼っつけて。とりあえず霊人さんをレピオタで止めて。 えー、これが、二つもあるんで、えー、ここ行きましょうか。そのうち、そのうち、相手のベラを倒せそう。これで相手のベラ倒せるかなはい、行きましたね。霊人さんも行きましたね。 えーでは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 できるだけ空打ちをして <coughs> <coughs>、えー、できるだけ空打ちをしてベラでミニオンの壁を張りえヤンマイが打ってくるんで えー、望ましいタイミングじゃないんですけどもう今、えー、オニックスをイノシシに当てイノシシに当てて,イノシシ,当て,てイノシシ倒せましたねどうせヤンマイ打ってくるんで玉、えー、当てておいてそろ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 ,そろ、えー、勝ち見えてきましたかね そろ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 勝ちですかね。えー、相手の霊人さんにひたすら怯えながら、えー、相手のベラをやり過ごすで、えー、勝つことができました。はい、ありがとうございました。